あれ？ここは俺の部屋、あ、起きた？うん、驚いてる驚いてる。信じます。なにこれ、イロハ、それやばやばいよ。おー、これ削除しようとしても、もう修理に持っていった方がいいんじゃないの。どうせまた夜中まで。無限の可能性を信じます。嘘カオリンもお揃いじゃん。嘘歌ったら喉乾いちゃったな。ドリンクバー行ってくるね。イロハ、ちょっとこのうるさいスマホ持って行きなよ。ねえ。あれ？え？なくなってる。
最後に出てきたのがっていうか、おい、あの女の子たちは大丈夫なのかよ。え、そりゃあのままほっといたら食べられちゃうよね。は、食べられちゃうって。ダメだ、ダメだろそんなこと。彼女たちを救う。じゃあ教えてあげる。なんだよこれは。この子の名前はオムニス。ラテン語で全てのって意味で、この子を使うことで、あんたはこの部屋にいたまま間接的に彼女たちのいる世界に関与。間接的に、それ。この PC を使ってね。こんな猫みたいなの使って本当にあんな化け物と戦えるのか。言ったでしょ、オムニスはあくまで間接的に関与するだけ。とにかくあの女の子たちを魔法少女に変身させればいいんだな。そう、簡単でしょ。よし、わかった。とにかく行くぞ。早く行かないとあの子たちが。あ、そういえば一つ言い忘れてた。魔法少女にするための方法なんだけど、それは聞いてくれ。このままだとあの化け物、悪魔にみんな食われちまうらしい。らしい？そんなの困るよ。マジで何なのよこれ。手の込んだ特撮映画の詳しい話は後でする。今すぐ魔法少女になってくれ、頼む。ちょっとあんたね、いきなり現れて何をわけのわからない。魔法少女、あたしやるやる。あ、見ろ。あ、だって魔法少女になれるんだよ。そんな滅多にないチャンス、やるっけ。しまった。よし、だったら話は早い。もっと見ろな、こんな子供騙しみたいな勧誘に引っかかっちゃダメだって。魔法少女になれるのに。じゃあ無限の可能性を信じますか。あ、もううるさいわね。なんだ、これどうしたら。答えるんだ、イエスでもハイでもいい。無限の可能性を信じますか。無限の可能性を。ユーザーの承認を確認。神様式。神様システム。何？ワン、ツー、スリー。キスミープリーズ。キス？キス？そうか。キスミープリーズ。すぐにスマホに口付けをするん。
ジで。あ、何これ、どんなデジ。私がよし、行くぞ。まだ空間の歪み…ミラ、おい、大丈夫か。イロハは全…やはり…一人…え、うち…このままじゃ…本当に無限の可能性を信じますか。なんか雑に終わらせ、また悪魔が来るぞ。行くよ、タオリン。まあ、
ズ。これ一体どういうことなの？いや、俺が説明してほしいくらいだ。あ、何を無責任なこと。ちょっとあのね、逃げようったってそうはいけお前の言う通り、あの子たち。そうね、初めてにしてはよくやったんじゃない。じゃあこれで約束は果たし、うん、そうね。じゃあ俺は元の世界に帰れるのか。え、それは無理だけど。はあ、だって悪魔たちとの戦いは今始め、これからまだ続くのか。言ったでしょ、こうしてる間にも悪魔はどんどん増殖しちゃってる。いい、魔法少女たちはオムニスになったあんたの力を経由しないと魔法少女に変身すること。はあ、じゃあずっと近くにいないとダメなんじゃないか。やる気がないなら放っておいてもいいんだけどね。揺らぎ、悪魔が発生する異空間、バトルフィールドって言った方がイメージしやすいかな。さっき戦ってた場所か。じゃあ悪魔にあっさり食べられちゃうよね。そどうするの、やるの、やらないの。
交渉交渉。交渉交渉。おめでとう。